どうも皆さん、おはこんばんにちは、麻生です。今日は10月7日です。10月7日は私誕生日でございます。おめでとうございます。34歳になりました。34、あっという間ですね。まあもうこの年になってくるとね、もうあんまりこう自分が嬉しいというのは、まあ、もちろん祝っていただいて、その朝からたくさんメッセージ来ているんで、祝われると本当にありがたいですし、嬉しいなって思うのと同時に、まあ、やっぱり両親に感謝する日でもありますね。34歳になって新しい目標というのは今のところは特になくて、まあ、やろうとしていくことっていうのはこれから先も変わらないのかなっていうのが正直なところですね。まあ、まずはやっぱり自分自身が自己ベストを目指して、まあ、練習してレースしてっていうのを繰り返していくっていうのがまず一つあります。まあ、正直言うと今までこう自分が選手生活っていうのをやってきた中で、自分よりこの人はもう確実に素質があるなっていう人とか、まあこの人はもう明らかにこの身体的な特徴がね、僕より全然競泳に向いてるなとか、そうやって思うシーンっていうのは、まあ若い頃から多々ありまして、社会人としてもう一回復帰してからっていうのは、もう本当にそういうところっていうのをね、きちんとこう認めて、あと割り切って選手生活を送ってきたので、なのでまあもちろん勝てればね嬉しいですし、ただ何よりもやっぱり自分が今までの自分史上最速で泳げるかどうかっていうのが、まあ、一番のその興味ポイントに今なっているんで、なのでまあ34歳になっても、まあ来年35歳になっても何歳まで自己ベストを更新できるかっていうのはまあわからないですけれども、できる限りやっぱりチャレンジしていきたいっていうのが一番ですね。なので34歳になった年も相変わらず自己ベストを目指してやっていきたいなと思います。近々の目標といたしましては、ちょうどもうあと1週間で長野に向けてフィンスイミングのアジア選手権に向けて出発するので、まあ、やっぱりねこうそこでいい泳ぎができるように、いい泳ぎをするためにまあ準備して過ごしてっていうのをこう自分の中ではこう新しい取り組みみたいなのもたくさんこの数ヶ月の間やったので、まあ楽しみながらね、まあレースを迎えることができそうです。はい。まあ向こうのプールでの撮影許可もまあちょいちょい降りてきてるので、まあ選手目線だからこそ撮れる映像みたいなのをまあ撮れたらいいなと思って、まあそっちの方はそっちの方で準備してます。で、先週の土曜日にチームメイトのみんなが、まあ、集まれる人だけでしたけれども、誕生日をね、お祝いしてくれて、で、うちのこのチームの、このマスターズ水泳チームのね、麻生会計事務所の旗を作ってくれて、で、結構ね、大きくて立派な旗なんですよね。なので、それをまあ試合会場とかにね持ってってこう貼るっていう貼るっていうか、まあ掲げるっていうのがね、まあ一つレースの楽しみとして一個できたかなと思います。本当にみんなのおかげでいいチームにこうどん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 育っていってくれて、まあ最近は本当に新しく入ってくるメンバーが女性ばかりで、当初チームを設立した時は男だらけだったんですよ。男だらけだったんですけど、今はどちらかというとこう女性の方がちょっと多くなってきて、まあ、なので本当にチームメイト仲間にね非常に恵まれたおかげで楽しく水泳やれてるなっていう感じもあるので、まあ、これからもチームメイトのみんなのことをね大切にしながらみんなで楽しく水泳やっていければいいかなと思います。まあ、YouTube の方も相変わらず、まあちょっと最近34歳になったから新しく始めたことっていうわけではないんですけれども、レクチャー動画に関してはできるだけ字幕を入れるようにトライしてみようかなと。まあ、以前、ちょっと耳が聞こえづらいという方から字幕をねその全部入れてくれると助かるんですけどっていう DM をもらいまして、でその時はなんか本当にそんな余裕ないよって正直なところ思ってたんですよね。まあ他にやらないといけないこともまあまあありますから、ただちょっとね試しに一回頑張ってみたら、あ意外にいけるかもって思って、なので
まあ、字がねたくさんこう並んでた方が分かりやすいっていう人もいると思うので、まあ、レクチャー動画に関してはちょっと字幕の方をね頑張っていこうかなと思います。はい、そんなこんなで34歳になりましたけれども、まあ、自分の中ではそんなに老いた感じというのは今のところはしていなくて、まあ、練習やっててもトレーニングやってても以前と比べて疲れが抜けにくいなとかっていうのが正直なところないので、なので今のところはそんなになんかすごい年老いたっていう感じはしないんですけれども、まあそれがいつ急に来るかはわからないので、できる限りね頑張り続けて、できる限り自分自身がこう前に進めるように、コーチとしての勉強もねもちろん一生懸命頑張っていくし、それをお客さんにこう還元したり、まあ、今 YouTube 見てくださってる皆さんに還元したりっていうのももちろんあるんですけれども、まあ、何よりもう個人的にやっぱり一番大事にしているのは、自分が何にもチャレンジしてないのにお客さんに頑張れよっていうのはなんかちょっと筋通ってないんじゃないのっていうのが、まあ、僕の価値観なので、なのでお客さんたちとか皆さんたちにその頑張れ頑張れって言うだけじゃなくて、まずお前頑張れよっていう、まずお前頑張れよっていうね、僕自身がしっかりと頑張ってこう挑戦し続けて、そして周りの人たちも励まして、水泳上手になりたいなっていう人たちをこうサポートしていければ、まあ僕的にはまあ大満足と言いますか、はい、これからもね勉強いっぱいしながら、自分自身が頑張りながら皆さんと一緒に成長していけるように努力し続けたいと思ってます。で、万が一誕生日プレゼント送ってやってもいいよっていう方がもしいらっしゃいましたら、概要欄にAmazon の欲しいものリストをね、リンク貼っておくんで、なんか送ってもいいかなって思う方いたら、送ってくださると喜びます。はい。はい。そんなこんなで、34歳、いい1年にね、したいですね。33歳の年も、まあ、いい1年でしたけどね。32歳の時も、まあ、いい年って、まあ、いい年しかない気がするんですけど、34歳のこの1年も、良い1年にできるように、まあ、精一杯、努力して、前を向き続けながら、ポジティブに頑張っていきたいなと思います。では、今回はこの辺で、34歳になってしまった麻生義弘も、今後ともぜひともよろしくお願いいたします。それでは今回はこの辺で、また次回お会いしましょう。バイバイ。